鮮半島の変化を追い続けて5年になります。その中で一時は統一に向けての機運が高まって、まあ、もう一歩のところまで来たわけですが、まあ今また戻っておる。まあしかし韓国側のソギョル大統領においても統一への何は半分は理解しておるだろうと思われます。まあいずれにしてもこの民族は二つに割れておる必要性はないわけです。一つにまとまなければいけないわけです。まあいずれその合体を何らかの形で達成するだろうと思われるわけだけれども、大韓米軍がどのように動くか、それが決め手になるだろうとも思われる。それ第一防衛ライン、このアメリカは第一防衛ラインを撤退する第二防衛ラインに移る可能性が出てくるわけです。その時は、まあ日本も韓国もさよならという一言で彼らは帰ってきます。まあアフガニスタン、その後に人間も、ベトナム、サイゴン、さよならと、フィリピンのクラーク普通基地もさよならと、そのことでみんな去っていくわけですから、さよならという言葉で終わっちゃうわけです。何の補助もなく、事前にそれを備えておくのが、まあ、安全保障の重要なポイントだと思うんです。だから韓国の方々もそれを理解して、要は日朝が同盟することであると、日朝同盟を確実に固めておけば慌てることはない、そして共にユーロシアと共にという歩調足並みが揃った場合、まあロシアとも中国とも取り組めるだろうと考えられます。そういうまあ背景のもとでこれからやっていかなければいけないということです。まあ、今日はそういう中で北朝鮮の情報を実践実学大学山口教授にお願いします。実践実学大学の山口です。まあその通りです。ところでその北朝鮮の、中の変化は先ほども言いましたけれども、この度あの北朝鮮の大雨による洪水なんかで鴨緑江が氾濫したわけですね。ですからその周辺の北朝鮮側は大変な被害を被っているということは、まあいろんな、マスコミも報道しております。この大雨によりもう甚大に被害を受けた、平壌北道それのウィジュというところに、まあ、鴨緑江の近くですね、再びもう2回と金正恩総書記らしい人が、訪れた、こういうふうなことを朝鮮中央通信が報じたんです。まあこの水害のために、正恩
総書記らしい人が、ゴムボートに乗って、この見舞ったとか、それから、それから何時間後にはあるところに今度随分離れたところに現れたとか、明らかに矛盾する話がたくさんこのジョーン氏らしい人物の行動の中にはあるんですけども、それとは別にですね、その際、行ったところで必ず演説をするわけですが、この演説の中で出てくる数々のもう表現が韓国式であるということがバッと今話題になっているんです。例えばです、ね、厳しいところで苦労の多い水害地域の人民に何か一つでも助けになり、不便を少しでも軽減してやろうといろんな手合いをしていると、何の心配もなく、すっかり安心して任せたらいいだろうと思うという、この、挨拶の中で、切り出したわけですが、この厳しいところという朝鮮語の 原文では、県地、険しい地、ホムジと言うんですけれども、それが使われている。この単語は北朝鮮ではめったに使わない韓国式の表現なんです。金正恩総書記らしき人物は韓流、まあ北朝鮮としては韓流、韓国流の影響を受けて、北朝鮮の若者の言葉が韓国化するのを食い止めるために、平壌文化語保護法というのを制定したことは、まあ以前にもお話ししましたからお分かりと思うんですが、韓国式表現をここで厳しく取り締まっているわけですね。ところが党の本人が韓国式の表現をこのところ使いまくってるんです。演説の様子は、朝鮮中央テレビで繰り返し繰り返し放送されているんです。それを見た北朝鮮の人々は驚いて呆れているというふうなことです。演説の初めで呼びかけによく使われる同志の皆さんとこういう、や人民の皆さんという言葉の代わりに、人民の代わりに住民というのを使っている。これは韓国式なんです。北朝鮮式だったら人民というはずを、人民ではなくて住民というふうな言葉を使って、で老人やぬるぐにという年寄りを韓国式にオルシンというんですが、これをそういうふうに、ジョンウンなるものは言ってるんです。オルシン、これでテレビのことも、TV というのが韓国式の表現、今も韓国では TV テレビとは言わないんです。北朝鮮でよく使われる、その先ほど言いましたぬるぐにという言葉ですが、韓国では年配者を罵倒したり、年配者が自信を示するときに使う言葉なんです。過去で年寄りを敬って呼ぶときには言葉はオルジンですが、北朝鮮ではまずこれは使わないんです。アラボジ、これはおじいさんのことですね。ハルモニ、これはおばあさんがに使う敬語なんです。で、一方住民という言葉は北朝鮮でも使われることなんですが、演説の冒頭で呼びかけに使うということは異例中の異例ですね。で、北朝鮮ではテレビのことは先ほど言いましたようにテレビと呼ぶんです。韓国でも勝手はテレビと呼んでいたんですが、今では TV と呼ぶのが一般的で、これが流行りの言葉というくらいになってるんですね。北朝鮮ではテレビを TV と呼ぶものは怪しいので、通報せよというのは街中に警告ポスターが貼られているほどなんです。 TV という言葉をこのジョンなるものが使い、朝鮮通報中心の記事がそっくりそのまま記述しているのである。でジョン、らしき人はこれ以外にも病弱者とか偏気、まあけなす意味なんですね、など韓国式表現を
使いまくってるんですね。で北朝鮮では虚弱者、異謀、または死刑という言葉が使われるわけなんですが、これを病弱者、変異というようなことを平気で言ってます。また飲料水を飲み水の意味で使っているんですが、韓国ではソフトドリンクを指す言葉なので厳密な韓国史ではないのですが、北朝鮮ではそのものをそのまず単に無、水とこういうことが普通使われているんですが、これは使っていないんですね。飲料水こういうような情報筋では、誰かスピーチライターがいたとしても金正恩の承認なしではそんな単語を使えるはずがない、そして住民には平壌の言葉を使えと言っておきながら自分は韓国式をふんだんに使うなど、どうしてもおかしいと疑問を投げかける声が起きています。一体なぜこのようなことがなってしまったのか。この情報筋では金正恩らしき人物の周辺に厳重チェックの機能が薄れているんではないか。今や地方支配権を握る金与正周辺でも正恩らしき人物の行動指針はあっても、行動指針はあっても注意が緩慢になっているのではないか、こういうふうに情報筋は判断しておりますという話です。まあ、ちょっとは不思議な印象であって、はい、ユドンがそれは演出してるということにはなるんだ。ああ、なるんですね。ユドンがそれを演出しだしたということは、うん、何が韓国側に、うん、送るメッセージがあるんじゃないだろう。ユドンが知らないうちに勝手に言うことはないでしょう。そう、ないですね、絶対にない。だからユドンの腹は